アフガニスタンにおいて、英子戦闘服を着用した、アメリカ陸軍兵士迷彩は、敵の目を欺くためのカモフラージュ技術の一つで、表面に塗装や染色などされた模様である。装備等への塗装による迷彩を迷彩塗装、迷彩が施された服を迷彩服という、アメリカ陸軍の M81 迷彩カモフラージュの方法は多彩であるが、代表的なものが迷彩である。 衣服に用いられた場合は、明細服という。複数の色によるパターンを描いたものを、分割明細と呼び、単一の色で塗り込めて、パターンを持たないものを、単色明細と呼ぶ。地上部隊の場合には、能力、濃紺、茶色といった色が多く用いられる。該当地の植生、気象条件に合わせた数色のまだらや斑点、縞模様を用いることが多い。 陸上車両や低空における飛行が主任務となる軍用機も同様の迷彩を行う。背景が空や海となる海洋の艦船や海洋国の航空機では周囲の光景に溶け込むためにはもっと単純な迷彩となる。例えば光の当たる部分を暗色、影になる部分を明色で塗り分けて陰影を相殺することで視認性を低下させるカウンターシェーディングがある。 雪原地帯では白や薄い灰色、または白一色、夜間作戦用の塗装などでは、濃淡もない一色となることもあり、これらは一般的な意味での迷彩と呼ばれないこともあるが、迷彩とは、注意の情景に紛れるような予想意が使用されている。日本の陸軍空挺部隊では、単色の戦闘服に墨で模様を描き込み、迷彩効果を得ようとした事例がある。近年は、 タイテロ、紫外線用に灰色や白を基調とした気化学迷彩や様々地形での効果を狙った迷彩が各国で採用されている。また、コンピューターを使って効果の高い配色を決めたり、細かいドットによって模様を構成するデジタル迷彩が主流になりつつある。迷彩を施した M113、走行兵員輸送車都市迷彩を施した。 CM-32 第二次世界大戦で戦車を有効活用したナチスドイツでは、開戦時にはダークグレーが基本塗装色となっていたが、北アフリカ戦線において明細色として用いられたサンドイエローがヨーロッパ戦線においても有効であることが示され、後期には基本色がダークイエローに変更された経緯がある。さらに前線で上に二色を重ねた三色迷彩が、 施され、また、陶器の降雪時には、上から石灰の水溶液などを塗り付けた陶器名彩が施された。アメリカ軍は、ベトナム戦争時期まで、オリーブドラブ単色だったが、1970年代に、サンドブラウンを基本にした4色名彩を採用した。しかしコストや標準化の都合により、80年代には、ナトウ軍と同じ3色名彩に切り替えている。湾岸戦争。 イラク戦争では現地に合わせたサンド系の塗装が施された。近年は紫外線に適した幾何学的パターンの迷彩も登場している。民家に偽装された機関銃等地下建造物の迷彩は地下に隠すことのできない建物や滑走路、貯水池、ガスタンクなどを空襲から守ることが主目的となる。有名な例では第二次世界大戦中にシアトル近郊にあった。 ボーイング社の工場の巨大な平屋根が目立つので、上空から見ると戦略的価値のない住宅街にしか見えないよう明暗の色に細かく分けた分割明細を施されたことがある。また、円滞号や特化点を民間建造物に偽装するために窓などを描き込んだ例もある。運慶明細を施したミダズ,ズル明細を施した空母、アーガス艦船における明細は陸上や航空機から 見えにくくするものではなく、敵に大きさ、速力、進行方向や間までの距離などを誤認させることが主目的となる。これは海洋上において感染の不可視現象を表現することが困難である、ためである。感染の明細は19世紀末頃にアイデアが現れるが実現したのは第一次世界大戦であった。1917年頃、 第一次大戦中にドイツの潜水艦による被害が増大すると、大上の迷彩や波頭の迷彩が行われるようになった。特に煙突やマストなどをそのままに存続する場合は垂直線を消去し車線の迷彩を施した。初期には多くの色が用いられたが、第一次大戦後には黒系、背景、青系に収まった。それはドイツの潜水艦が 明細寒波の方法として、潜望鏡に色光補火器を備え、色の影響をなくして攻撃していることへの対応であった。完全体を灰色に塗装、背景との区別を困難にし、艦までの速度、距離測定を疑問し、艦影を巡洋艦や戦艦といったサイズが異なる。艦艇と近い形にすることにより、距離を誤認させようとしたこともある。 第二次大戦では空母にも迷彩塗装が施されている。空母は空から見るとその形ですぐに艦視が判明してしまうが、飛行艦板上に幾何学模様の迷彩を施すことで、船として発見されてもどんな船だかを判別できなくするという輪郭線の疑惑が期待できるからである。アメリカ海軍では灰色に色に黒を交えた運慶迷彩を考案し、 ミズーリなどの戦艦にも採用していた。イギリス海軍ではマウントバッテンピンクが一時期使われていた。日本海軍の随格は空母以外の艦船に誤認させるため、船体や艦艦に艦英や構造物の図案を塗装した。第二次世界大戦後は全体を灰色で塗装するのが主流となった。艦船の代表的な名作様式は以下の通り、 迷彩塗装が施されたロシア空軍のスマイナス25飛行機の迷彩塗装が真剣に考慮され出したのはスペイン戦争以来のことである。第一次世界大戦までは戦闘機のパイロットは貴族など上流階級の出身も多く、騎士道精神にのっとり1対1の空中戦を演じ、武勇伝を後世に残す決闘としての側面が強かった。このため派手な塗装に、 大きな舞台章や紋章を描くことも多かった。第二次世界大戦で個人戦からシステム化された団体戦に移ると飛行機に適した迷彩の研究が行われた。しかし敵味方識別装置が未発達であったため、混戦になると友軍機からの誤射が頻発したことから、大きな国籍マークやインベージョンストライプといった識別模様を描くことで視認性を上げる対策が施された。 また派手なノーズアートも四季紅葉のため黙認されていた。本格的な航空機への迷彩はベトナム戦争の頃から発達する。ベトナム戦争では目視範囲での戦闘が多かったため、アメリカ軍において派手な塗装の機体の損害が無視できないものであった。そのため、低空における任務が主である攻撃機などには、 上から見た時に地上に溶け込むような地上部隊と同様の迷彩塗装が航空における制空任務が主である戦闘機にはなるべく近くまで見つからないようにする青灰色系統の停止人定塗装が行われるようになった。また第二次世界大戦時には上部を前者に下部を後者にする接中も見られたが横から見た場合帰って目立つので採用する例は少なくなった。 舞台マークや機体番号などもロービジ塗装で描かれており、透明に目立たないようにされている。日本など周囲を海に囲まれた国では、機体に青を基調とした洋上迷彩が施される場合もある。陸上自衛隊では、迷彩模様は、威圧感や戦争色をイメージさせるためかオリーブドラブが用いられることが多かったが、昭和後期には、戦闘服にも迷彩が用いられるようになった。 しかしながら、北海道の笹やぶをもとに、デザインされたと言われる迷彩パターンは一部地域を除き、近距離では逆に非常に目立つものであった。特に、ベース色の薄緑色部分は、選択をするうちに、水色のような発色をするようになり、敵に察知されやすいと不評であった。そのため平成期になり、新型の迷彩パターンが研究されるようになり、 1992年には、迷彩2型の戦闘服の支給が開始された。新型迷彩は、日本の様々な山野の風景をコンピュータ処理し、日本の気候風土に合った迷彩パターンをドット化してデザインしたもので、旧迷彩よりも大幅に性能が向上していた。現在は、戦闘服と作業服が、この新型迷彩へ移行し、旧迷彩や OD を見かけることはほとんどなくなった。 2004年からのイラクのサマーワへの自衛隊派遣では、各国が砂漠地帯用の迷彩パターンを採用した被服を用いる中、自衛隊は日本の平和復興部隊の中流であることを強調するため、あえてこの緑色の迷彩パターンの被服を採用した。イラクなどのイスラム圏では、緑は高貴な色とされておりそれを踏まえ戦闘部隊ではないという意味を込めたとも言われている。 このように砂漠用の迷彩を使用してこなかった陸上自衛隊も悲撃防止の観点から現在は砂漠用迷彩を採用している。この迷彩は新潟迷彩のパターンを踏襲し色合いを砂漠用に変化させたもので海上自衛隊の哨戒機を護衛するためジブチに展開している部隊が2010年から使用している。航空自衛隊では校舎部隊や基地警備隊において 陸上自衛隊のものとは異なる迷彩服を採用している。近接戦闘を重視した細かいドットの集合である陸自の新型迷彩に対し空自の迷彩は遠距離からの視認性低下を重視した大柄で茶色がかったパターンである。2009年からはその後継としてグレーを基本色としたデジタル迷彩が採用されている。また空自は湾岸戦争時に自衛隊として 初めて 6C デザートの砂漠用迷彩服を採用し、法人救出作戦に備えた。実際に出動はしなかったため、この迷彩服が使用されることはなかったが、後のイラク派遣の際には、陸上自衛隊と異なり 3C デザートの砂漠用迷彩服を使用している。飛行服は能力色のものを使用しているが、派遣海賊対処行動航空隊には、 単ンカラーの飛行服が支給されている。陸上自衛隊の車両はもともとオリーブドラブ単色で塗装されていたが、1990年代に入り、茶色や黒などを使った大柄の迷彩塗装が施されるようになった。現在の陸上自衛隊の車両の大半はこの迷彩塗装が施されているが、イラク派遣の際には、迷彩服と同じく日本の平和復興部隊の 中流であることを強調するために、OD 単色に塗り替えて派遣された。航空自衛隊は、パトリオットミサイルや、軽装高機動車のような戦闘車両を保有しているが、陸上自衛隊のように、迷彩塗装は施しておらず、OD 単色で塗装されている。航空自衛隊の航空機には、空中や中期中に効果を発揮するグレー単色の、ロービジ塗装。 海上を飛行する際に効果を発揮する海洋迷彩低空飛行時に効果を発揮する森林迷彩の3種類が採用されている。海上自衛隊ではアメリカ海軍に習い、ノーズを黒、上面を海の照り返し、仮面を空と同化させる3色の洋上迷彩で統一していたが、アメリカ海軍がグレー単色のロービジ塗装に変更すると固定翼紹介機には、 グレー単色のロービジ塗装、哨戒ヘイリには、ロービジ塗装から仮面のみ白色とした、低空用の洋上塗装、急難機には、脳性色とグレーの洋上迷彩に変更している。陸上自衛隊の航空機は、基本的に車両と同じ迷彩塗装が施されているが、一部の機体は、ノーズと排気口周辺を黒、仮面をライトグレー、上面を青、中間を白にした。 独自の四色塗装としている。現時点では、サイエンスフィクション上の概念に過ぎないが、研究が進められている。迷彩柄のミニスカート軍事用に開発された、迷彩、カモフラージュのパターンは、迷彩柄、カモフラージュ柄として、民間のファッションや芸術作品に取り入れられている。1914年に、フランス軍の車両に、最初の迷彩パターン塗装が施された時、 ドイツ帝国軍進行までの3週間に、パリのファッションデザイナーはそれらを観察して、その抽象的なパターンを婦人服に取り入れた。つまり、迷彩柄は、軍服、戦闘服に採用されるより前に、民間のファッションに取り入れられていたのである。最初に、迷彩、カモフラージュを海外に取り入れたアーティストは、ジャンルイ・ホラン、シャルル・カモワン、ジャック・ビヨン、 ルイマルクーシラフランスのポスト印象派、またはフォービスム派であった。同時に、彫刻の分野では、アルフレッドブーシェ、シャルル・デスピオラがこれを取り入れていた。明細柄の破壊的なパターンは、パブロ・ピカソラ・キュビスムのアーティストによって開発されたという説もあるが、彼らが軍に雇用されていた記録は残っておらず、立証には至っていない。軍港として栄えるアメリカが州国サンディエゴの、 MLB チーム、サンディエゴ・パドレスは、毎年4月のミリタリーオープニングデーにおいて、迷彩柄のユニフォームを着用している。二つの世界大戦を経て、迷彩柄は徐々に軍国主義的なイメージを帯びるようになり、戦後しばらくは芸術やファッションの分野で使用されることはなかった。しかし、1960年代以降のアーティストたちは、軍事発祥であるという起源を無視して、 または逆に反戦のメタファーとして隠蔽し、歪曲させるという明細柄独特の手法と概念を大胆に作品に取り入れ出した。例えば、アンディン・ウォーホルのカモフラージュ・セルフ・ポートレートや、アラン・ジャケイによるー九百六十一年から九百七十年代までの作品群、イアン・ハミルトン・フィンレイ、ベルーシカ、ホルガート・リュルシュによる共同作品、ネイチャー、サインズ アニマルズ、ミミクリードレスアートや、トーマス・ヒルシュ・ホルンによる、ユートピア、ワンワールド、ワンウォー、ワンアーミー、ワンドレスなどがこれにあたる。迷彩柄の衣類も徐々に、普段着として浸透していった。アメリカ軍払い下げの丈夫で安い戦闘服はまず、合衆国と、その他の国の狩猟ハンターたちの間で市場を見つけた。あと、各国軍が、工場的に払い下げを行ったため、 特に戦争への嫌悪感の薄かった戦勝国を中心にさらにその市場を拡大していった。迷彩服に身を包む反戦運動家迷彩服に限らず、1960年代には戦闘服を普段着として着用することがますます一般的になっていった。棒などの反戦運動家たちは反戦のシンボルとしてこれを着用していた。ベトナム戦争終結後には、 オリーブドラブの戦闘服に代わって、迷彩柄のものが人気を博した。1970年代に入ると、迷彩柄は、反戦のシンボルというよりも若々しさや、反規律や、反秩序を象徴するデザインとして受け入れられていき、ついには、ハローキティの衣装や、野球のユニフォームなどにまで採用されるようになって、いったのである。ハイファッションの分野では、ジャンシャルル・デカステル・バジャック。 ローランド・チャカル、スティーブンス・スプルース、フランコ・モスキーのらが1990年代までに、迷彩柄を使用した。迷彩柄のジャケットを羽織るファレル・ウィリアムス1990年代以降も、迷彩柄の使用は、一過性の流行に終わることはなく、ジョン・ガリアーノ、マーク・ジェイコブス、コム・デ・ギャルソン、シャネル、トミー・ヒルフィガー、ドルチェ・ガッパーナ、一世・ミヤケ、アルマーニ、 イブ・サン・ローランなどのデザイナーとブランドが迷彩柄を取り入れたデザインを発表した。ズーヨーク、エーベーシング・エープ、マリテ、フランソア・ジルボー、ストーン・アイランドなどのブランドは迷彩柄に他のシンボルを溶け込ませたり明るい色合いを使用した偽迷彩柄的スタイルを多くデザインした。バルバドス、アルバなど西インド諸島のいくつかの国では 法律で明細柄の着用が禁止されている。ありがとうございます。